新年の科学的デート、毎月衝撃的な文献が発表されています。新しいデータによって信頼性がより強くなる筋トレの常識も存在しますが、それとは逆に意味がなかった筋トレテクニック、実は筋肉を破壊していたと判明したものも多く存在し、最高の筋トレというのが数年前とはかなり異なった内容になっているため、数年前に聞いてからずっとそのトレーニングをやり続けているという人は要注意です。この動画では筋トレ初心者から中級者、上級者の人まで間違いやすい、筋肉の成長に非効率的、もしくは怪我のリスクが高い、絶対に避けるべき筋トレ種目について徹底的に解説します。この動画がいいと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。直立した状態で行うカールは上腕二頭筋をあまり成長させられない可能性が高いです。この種目は数多くの研究で効率の悪さというのが証明されています。2021年9月に行われた研究では、同じ可動域で片腕の上腕二頭筋カールトレーニングを行い、0から50度のストレッチポジショングループと80から130度の収縮ポジショングループに分けました。研究期間後、両グループの可動域の範囲は全く同じでしたが、収縮部分のみを行ったトレーニンググループは、上腕二頭筋と上腕筋のサイズが平均 3.4% 増加していましたが、ストレッチポジションのみを行ったグループは、平均して筋肉のサイズがプラス 8.9% 増加していました。この原因は科学的に証明されています。So, if you're doing dumbbell curls or barbell curls,Then you're not training the biceps basically at all in the bottom position, in the fully stretched position, because gravity is pulling straight down along with the arm. So you have a 90 degree flexion, you have maximum resistance. You're mainly training that full contraction, that squeeze gives you a nice pump and burn and everything. But actually, in terms of muscular tension on the bicep brachii, you're getting a lot more if you're training them in a stretched position. 2019年システマティックレビューによると、筋肉が伸びている部分で負荷をかけるリフトは最大で3倍の筋肥大効果を得るということが示されています。これはストレッチポジションが筋肉に最も負荷のかかるポジションであるということが原因です。例えばスクワットならしゃがんで大腿四頭筋を最大限伸ばしてから立ち上がるのが最もきついですし、フライトレーニングでも一番きついのは大胸筋が最大限ストレッチしている時です。上腕二頭筋は肘を中心にした円運動であるため、肘を伸ばした時には腕に対して横向きの負荷が必要です。しかし直立した状態のダンベルカール、バーベルカールはまっすぐ下向きにしか負荷がかからないため、肘を伸ばしても物理的な負荷がありません。実際直接的な研究がこれを示しています。2023年6月に公開された新しい研究では、筋トレ歴最低6ヶ月の女性38人をインクラインカールグループとプリーチャーカールグループに分け、研究期間後、肩から肘までの 50%、60%、70% の3つの位置で上腕二頭筋と上腕筋のサイズを合わせて測定しました。結果として測定した3つの部位すべてでプリーチャーカールグループの方が高く、 50% では3倍、70% の位置では4倍近く違うことが分かりました。インクラインカールはダンベルカールと同じで、腕を伸ばした時に重力と腕が一直線になるため、ここで負荷がありません。その証拠に研究者はトレーニング中に負荷がどのようにかかっているかというのを調べたところ、インクラインカールは腕が伸びている時筋肉にほとんど負荷がなく、プリチャーカールはピークに近い値であることが分かりました。これはストレッチポジションで負荷のかからない種目は筋肥大効果が非常に低いということを裏付けています。この現象はフリーウェイトカールだけに当てはまるわけではありません。ダンベルサイドレイズ、キックバックにもこれが当てはまり、これらはストレッチポジションで負荷がありません。筋肉を効率的に成長させたい人は必ずストレッチポジションで負荷のかかる種目を選ぶ必要があります。ダンベルカールをするならプリチャーカールのように腕を傾けたり、サイドレイズではケーブルを使用すると重要な位置で負荷がかかるため、効果的に筋肉が成長します。
スクワット、下半身トレーニングの最も間違ったトレーニングバリエーションでは、自分の腰の高さにセーフティーバーを設定して、左右に何枚もプレートをつけ、ほとんど膝を曲げていないスクワットをします。しかしながら、パーシャルスクワットは大腿四頭筋を成長させるために効果的なトレーニングとは言えません。2013年の研究では、被験者に浅くしゃがむ200キロのスクワットと100キロの深くしゃがむスクワットで比較をしました。その結果、重量は2倍違ったにもかかわらず、深くしゃがんだスクワットの方が測定した下半身の筋肉、すべての部位で優れていました。浅くしゃがんだスクワットは筋肥大効果をほとんど確認できず、測定した6つのうち3つでは筋肉が減少していることが分かりました。2014年の研究でも可動域が広く深くしゃがむスクワットの方が筋力そして筋肥大効果が高く可動域を妥協するべきではないということが報告されているように、深くしゃがまないことでストレッチと可動域がなくなります。これは先ほどの上腕二頭筋カールで紹介したように筋肉の成長効果が大幅に落ちる可能性が高いです。なぜハーフスクワットを行うのか、理由は2つあります。1つは高重量を扱うことが好きな人、SNS に投稿するためだったり、ジムにいる周りのトレーニーに自分の筋力を見せびらかすためにバーベルに何枚もウェイトプレートをつける人は、実は意外と少なくありません。これが目標の人には、ハーフスクワットは非常に好まれます。そして、あえてハーフで行っている人、ハーフスクワットを行っている人に理由を尋ねてみると、深くしゃがむと危険だからという答えが返ってくると思います。例えばバッドウィンクといって、ボトムポジションでお尻が少し丸まる現象が、腰に強い負担をかけると指摘されることがあり、その他にもインターネット上では深くしゃがんだせいで、腰を痛めた、膝を痛めたという投稿、コメントも存在しています。しかし、フルスクワットは危険という人もいますが、スクワットのレビューで示されている通り、その情報の科学的信頼性は高くありません。スクワットユニバーシティのアーロン・ホーシグ博士が言うように、バッドウィンクなどのフルスクワットの怪我のリスクは非常に誇張されています。フルスクワットをすれば多少なりともバッドウィンクは出ますが、それが怪我に直接結びつくわけではなく、ブラッド・シェンフェルト博士も怪我のリスクという観点から、深くしゃがむスクワットを避けるべき説得力のある証拠はなく、深くしゃがむほどメリットがあると答えています。腰や膝の痛みの主な原因は、スクワットの深さであることはほとんどなく、多くはスクワットのフォームが悪く、持ち上げる重量が重すぎることが考えられます。下半身を鍛えるときに深くしゃがまないことを避ける、正当な理由は存在せず、それどころが軽くなってもいいので、深くしゃがむことで安全に大腿四頭筋、そしてお尻の筋肉が伸ばされるため、効率的に筋肉を成長させられます。大胸筋を鍛えるときはワイドグリップのベンチプレス。上腕三頭筋を鍛えるときはクローズグリップのベンチプレスが効果的です。ベンチプレスでは手幅を広げるほど大胸筋に負荷が集中し、狭くするほど腕に負荷が集中します。このトレーニングアドバイスは誰しも聞いたことがあると思いますが、これは科学的根拠のない迷信で、クローズグリップベンチプレスは上腕三頭筋の成長にとって適していない要素がいくつかあります。まず、当然のように言われている広げると大胸筋、狭くすると腕という常識に科学的な根拠はありません。例えば腕立て伏せの研究では、ワイド、ミドルに比べてナローの腕立て伏せの方が、大胸筋の筋活動が高いことを示しており、その他の複数の研究でも、手幅によって筋活動に差が出ないということが報告されています。そのため、上腕三頭筋の負荷は、一般的なベンチプレスとほとんど変わりません。しかし、上腕三頭筋の成長にとって、プレストレーニングには問題点があります。まず、肘が十分に曲げられないことがほとんどです。ほぼすべてのプレスは、肘が90度、もしくはそれよりも少し屈曲する程度ですが、これでは上腕三頭筋が十分に伸ばされません。加えて、最近行われた新しい研究に示されているように、上腕三頭筋を鍛えるときは、ケーブルプッシュダウンのように腕を体の前に配置するより、頭の後ろに配置して、
オーバーヘッドでトレーニングした方が 1.5 倍筋肉が成長します。肩関節の伸展にも働くため、オーバーヘッドのように腕を屈曲させるとより強く筋肉が伸ばされますが、クローズグリップベンチプレスでは腕は90度上に上げるような中立的な位置に配置されるため、オーバーヘッドにすることができず上腕三頭筋が伸ばされません。腕にある上腕三頭筋を効率的に鍛えたい人は、プレストレーニングよりもトライセプスエクステンション系の種目をオーバーヘッドで行った方がはるかに成長する可能性が高いためおすすめです。大胸筋最悪のトレーニングはプレートを挟んだ状態で行うピンチプレスです。断言してもいいですが、この種目がベンチプレスやフライなど代表的な種目よりも効果的というのは考えられません。まずこの種目は大胸筋への負荷がほぼゼロです。立ち上がってプレートを挟んでプッシュしますが、重力は垂直下向きであるため物理的な負荷と解剖学的な運動の向きが一致していません。このトレーニングで負荷がかかるのはフロントレイズのような肩関節の屈曲で働く三角筋の全部です。ただこの種目をしている人はピンチプレスは他の種目より大胸筋に効くからと反論すると思いますが、メノヘンゼルマン座骨が指摘している通り、そもそも筋肉に効く、筋肉を感じるということが筋活動や筋肉に負荷がかかっていること、これを裏付けるという証拠は実はほとんどありません。筋肉に効く感覚というのは筋活動ではなく代謝ストレス、パンプがほとんどであるというのが真実であるため、ピンチプレスが大胸筋に効くといってもそれは筋肉の成長にほとんど役に立たない代謝ストレスを感じているだけです。この種目よりも必ず大胸筋が開いて水平内転を使えるベンチプレス、フライを行った方が間違いなく効果的です。最強のウェイトトレーニングはマシンかフリーウェイトかと聞くと、多くの人はフリーウェイトと答えます。一部のトレーナーやボディービルダーはフリーウェイトは筋肉を構築するのに最適である、理由はフリーウェイトは不安定であり、それを安定させるために多くの筋肉が活動するためと言います。しかし不安定イコールいろんな筋肉を鍛えるという考え方には致命的な欠点があります。禁止されているように携帯のゲームをしながら車の運転をすると事故のリスクが高くなります。これはゲームに注意が行き運転がおろそかになるためです。これと同じことが安定性にも当てはまります。2008年の研究では被験者に一般的なバーベルスクワット、バランスボールを半分に切ったようなボスボールに乗った状態でのバーベルスクワットを比較したところ、後者はパフォーマンスが大幅に落ちていることを示しました。例えばスクワットをボスボールに乗った状態で行うと非常に不安定になります。スクワットの自分のマックス重量が100キロだとしても、これに乗った状態でのスクワットは50キロと扱う重量が半分になってしまった場合、大腿四頭筋にかかる負荷も半分になります。これは筋肥大効果も半減することを意味するため、現在の科学的なデータでは安定性が高く最大のパフォーマンスが発揮できる種目が最高であるということを認めています。そもそもバランスボールに乗った状態に限らず、不安定な種目を行うとバランスを取るために多くの筋肉が働くようになるということは間違いではありませんが、筋肉の成長のためにはある程度強い負荷が必要であるため、バランスを取る程度の負荷で筋肉が成長するとは到底思えません。筋肉を効率的に成長させたい人は安定性が高い種目で最大のパフォーマンスが発揮できるトレーニングがおすすめです。ウェイトトレーニングを継続させるために最も重要なのは怪我を回避すること。怪我をしてしまうと数週間トレーニングができなくなることでストレスが溜まったり、これがきっかけでトレーニングから離れてしまうという人も少なくありません。ある調査によると、ウェイトトレーニングの怪我の 36% は肩で起こっているということが報告されたように、肩は他の筋肉や関節と比較すると簡単に怪我をしたり痛める場合があります。肩のトレーニングでは特に安全性が重要です。
最もメジャーな肩を痛める種目はビハインドネックのプレス、そしてプルです。この種目は人間にとって非常に都合の悪い位置でウェイトを持ち上げたり、引っ張ったりしているため、この種目をやり続けると肩を痛める可能性が高いです。ブラッド・シェンフェルト博士によると、ビハインドネックのプレスやプルは肩のインピンチメントを引き起こし、回旋筋腱板を傷つけたり、筋肉の断裂、靭帯が過度に伸ばされる可能性があり、頸椎や脊椎を損傷させる可能性があるようです。特に体が柔らかい傾向にある女性よりも硬い人が多い男性がショルダープレスやラットプルダウンを頭の後ろで引っ張ることでこの問題が起こりやすくなります。そしてこのデメリットがあるにもかかわらず、このビハインドネックというテクニックによって背中や肩の筋肉にメリットがあるという証拠はほとんどありません。例えば2002年の研究では、ラットプルの様々なグリップで筋電図分析を行ったところ、体の前面に引っ張るラットプルダウンの方が広背筋をより活性化できることを示しており、ビハインドネックにすることのメリットや狙える筋肉が変わるというデータは十分ではありません。人間の生体力学上、ウェイトを頭の後ろで持ち上げるより前で持ち上げた方が都合がいいため、ビハインドネックは都合の悪い位置になることでパフォーマンスが大幅に落ち、怪我のリスクを高めるテクニックであるということがわかります。ショルダープレス、そしてラットプルダウンでは顔の前でウェイトを持ち上げ、鎖骨のあたりにバーが当たるようにした方が違和感なく持ち上げることができ、重量や回数が増えることで筋肉にかかる負荷も大きくなり、そして安全性も高まります。ベントーバーローは当時も非常に人気でしたが、ボディービルダーであるドリアン・イェイツはこの種目に少し工夫を加えました。彼は背中を地面と水平ではなく45度上げて、大胸筋上部を鏡に見せるようなフォームでバーベルを持ち上げ、この種目はドリアン・イェイツの名前にちなんでイェイツローと呼ばれるようになりました。しかし背中の筋肉を成長させたい場合、多くの人にとってこのテクニックは適していません。まず上半身を起こすと解剖学的な運動と可動域が変化します。背中を地面と平行にした状態でバーベルをまっすぐ上に持ち上げると十字のように直線がクロスします。背中の厚みを構築する筋肉である僧帽筋の中部や下部、三角筋後部は肩関節の水平外転によって最も反応することが分かっており、筋肉の活動を調査した研究でもリバースフライのような背中に対して直角に持ち上げる運動が最も高い値であるため、背中とウエイトを持ち上げる物理的な負荷が90度の角度でクロスするようになることは背中の筋肉にとって非常に好ましいです。しかしイェイツローのように上半身を起こすことで背中の角度が変わります。簡単に言うと、これは真横にかかっていた負荷が下から上にかかるようになることを意味し、これが起こるとシュラックの運動に近くなることで僧帽筋の上部が活性化されるようになります。つまり体を起こすほど中部と下部への負荷がどんどん上部に集中するようになりますが、 MRI 測定をした研究によると、僧帽筋の上部は背中ではなくほとんど首にある筋肉であるため、背中を鍛えたい人がイェイツローのように体を起こすとほとんどの負荷が背中ではなく首に逃げるため、成長効果が大幅に落ちます。実際世界的な権威であるブラッド・シェンフェルト博士も芝刈り機をスタートさせるようにダンベルローを行うと最適な筋肥大効果が得られないと答えているように、体を起こして下から上に引っ張るほど背中は成長しなくなります。体を起こすと可動域が大幅に減り、収縮可動域のみになるため高重量を簡単に扱うことができたり、パンプを感じやすくなりますが、それは筋肉の成長に貢献せず背中の筋肉にとって全くメリットがありません。背中を効率的に鍛えたい人は背中に対してまっすぐ垂直に引っ張るようにしてください。これをすると解剖学的に僧帽筋、背中の厚みを鍛える筋肉にとって理想的な運動ができるようになるため、背中にある筋肉がより成長します。この種目は負荷が狙った部位以外に逃げる全ての要素が詰まっています。肩の広がりを作る三角筋チューブは
肩関節の外転によって反応するため、サイドレイズやアップライトローが代表的ですが、チューブを鍛えるとき、絶対にやってはいけない禁忌が2つあります。まず腕を前に出すと三角筋の全部が活動的になります。2020年、比較的最近行われた研究では、ボディービルダーの被験者がサイドレイズ中に腕を前に出すことで、三角筋全部に負荷が大きく逃げたことを示しています。言うまでもありませんが、サイドレイズとフロントレイズでは、フロントレイズの方が三角筋全部の活動が高くなります。解剖学的にもこれは当然です。三角筋全部は大胸筋と同じく腕を前に出す運動によって活動的になりますが、サイドレイズでも腕を前に出すと、フロントレイズに近くなることで全部が活動的になります。加えて肘を過度に曲げるのも避けた方がいいでしょう。肘の角度と三角筋チューブの活動について調べた調査では、肘の屈曲が150度、つまり30度を超えて肘を曲げると、三角筋チューブの活動が下がっていき、90度曲げるとほぼ半分であることを示しています。肘を曲げると、ダンベルが肩の前に配置されるようになり、ウエイトを持ち上げるときに外転ではなく、フェイスプルのように肩が外側に回転する運動が使われるようになることで、チューブから大幅に負荷が逃げます。肘を曲げてはいけない、そして腕を前に出してはいけないという客観的なデータを考慮すると、アップライトローはバーベルが体に当たるため、ウエイトが必ず肩よりも前に出ることによって全部に負荷が逃げるようになり、肘も必ず曲がるため三角筋全部に負荷が逃げる、全ての要素が入っています。実際アップライトローがサイドレイズ以上に三角筋のチューブの筋肉を動員させたというデータはほとんどありません。このトレーニングで持ち上げているウェイトはほとんど肩の回転を使っていたり、屈曲という三角筋全部が強く働く運動によって持ち上げています。加えてウェイトを下ろした時にストレッチポジションで負荷がないため、筋肥大効果もかなり低いでしょう。三角筋チューブ、肩の広がりを効率的に作りたい人はアップライトローよりもストレッチポジションで負荷のかかるサイドレイズがはるかに効果的です。この種目を肘を伸ばして真横に持ち上げるようにすると、三角筋のチューブにとって理想的な負荷がかかります。いかがだったでしょうか。今日紹介した種目はボディービルダーはじめ多くのトレーニーが取り入れている種目ではありますが、効果的ではなく避けるべき種目である十分な理由と証拠があります。最後に、この動画がいいと思っていただけたらぜひ高評価をお願いします。